にちは、授業準備 TV のゆめのんです。毎日の公務でお忙しい先生方、気がつけば毎日帰りが遅いという先生も多いのではないでしょうか。仕事の生産性を上げたい、効率的に仕事を進める方法を知りたい、そんな先生方に向けて、今回は投稿者の先生にお寄せいただいた学校現場の生産性を上げるためのポイントを紹介します。世界的企業でも導入されている手法ですので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。投稿者の先生は、世界的自動車メーカートヨタで導入されている整理整頓の手法を学校現場で応用されたそうです。整理整頓ができるだけで仕事の生産性がぐっと上がります。整理整頓ができていない環境で仕事をすると、必要なものをどこに置いたか探す時間が生まれます。物を探す時間は無駄な時間になってしまいます。教室でも職員室でも、物を探す時間があればあるだけ無駄な時間を過ごしてしまうことになり、もったいないですよね。整理整頓は仕事の一部と考え、常に効率化を意識するようにすることが大切だそうです。次に、仕事環境や教室環境の仕組みの見直しです。トヨタの有名な格言に、人を責めるな、仕組みを責めろという言葉があるそうです。仕事をする上で仕組みを確立するのは重要なことです。例えば、投稿者の先生のクラスでは、給食後にスプーンを返す時の向きがぐちゃぐちゃということがあったそうです。その際に、子どもたちに揃えなさいと指導するのではなく、仕組みに問題ないか目を向けてみたそうです。するとスプーンを戻すケースを給食後の最上段に置くルールになっていたため、実は背の低い子どもたちの目線ではスプーンの向きが見えなくなっていたそうです。この場合、スプーンを戻すケースを給食ワゴンのどの子どもでも見える場所に置くという仕組みに変更することで解決します。何度も注意を重ねるより、このように仕組みから作り上げていけば、より小さな労力で成果を出すことができるようになるのではないでしょうか。さらに、生産現場における作業効率という視点から切り込んでいきます。トヨタの現場では人の動きを大きく4つに分類するそうです。投稿者の先生はこれをテストの丸付けに当てはめて考えていったそうです。1、主作業。特典の成果を確かめ、丸をつける作業。点数を記録する作業。2、付随作業。テストを机の上で移動させたり、裏返したりする作業。3、準備、後始末作業。テストを受け入れられるように、机の上の体勢を整える作業。答えや記録簿を用意する作業。4、無駄、例外作業。赤点を探したりする作業。作業効率を上げるためには、1、主作業の比率をできる限り高めることです。2から4はいずれも整理整頓の出来が大きく作用します。日頃から整理整頓を行っておくことで、1、主作業の比率を高めることにつながります。また、主作業の比率を高めるとともに、その主作業に潜む無駄を省くことで、さらなる生産性向上を実現させることが可能になります。投稿者の先生は、丸付けをする際に丸を点に置き換えたり、点数の記録をする際に速記法を用いたりしているそうです。物事の本質的な目的を達成できれば OK という視点を持つことで、さまざまな無駄を排除することができるはずと投稿者の先生はおっしゃっていました。先生も子どもたちも過ごしやすい環境にしていくために、学校やクラスの実情に合わせながら少しずつ取り入れてみてはいかがでしょうか。今回は投稿者の先生にお寄せいただいた学校現場の生産性を上げるためのポイントをご紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。